ヒーラティーンフォーライトの若葉、フォーライトの最年少はアミカなんですが、男子軍の最年少は圧倒的に僕なんですね。普段甘えない弟が急に若葉になったら、お兄ちゃんお姉ちゃんは甘えさせてくれる、くれない。アミカちゃん、アマリタ君が今回お仕事で別でいるんですけれども、つまり今日撮影に来るってことは、こっちゃん、エン様、タロシャ、MC、これつまり僕のお兄ちゃんとお姉ちゃんなんですよ。普段ね、僕はあんまりわがままというかね、そういうのを言わないようにしてるんですけれども、まあたまに言います。どんな反応をするのか見ていきましょう。せーの、ポテチだったら買ったんだ。いや大丈夫です。プロテインバー。ポテチだったら買ったんだ。プロテインバー。ポテチだったら買ったんだ。ポテチとプロテインバー。ポテチとプロテインバー。いいよ。とシュークリーム。あいい。シュークリーム食い。あシュークリームは大丈夫。いや。買ってきてほしい。これだ。かわいい。かわいいよね。一緒に行こう。やだ。これ僕も。かわいい。一緒に行こうよ。やだ。だって俺別に今買いたいもんないよ。ジュースとか買いに行くぐらいよ。これで今買ってみてほしい。かわいい。かわいい。行きたくないの。行きたくないの。行きたくないんだって。じゃあ俺も行きたくない。俺も行かない。あ、じゃあ、思ってたんですよ。俺もう行かない。思ってたんですよ。行って。行って。
ゆんちゃんコンビニ行かない？ジュース買ってきて。プロテインバー買ってきて。もっと可愛い子お願いしてくれたら。プロテインバー買ってきた。いやいや。プロテインバー。何だってプロテインバーどれか知らない。じゃあワカバー買ってきて。ワカバー。ワカバー。プロテインバー買ってきて。もし俺のせい。別にいいけど俺欲しいもんないからな。プロテインバー。こた使ってきて。いいよ。何？プロテインバーいい。プロテインバー。よっしゃ。あらいいぞ。あとコーラ。あの赤のいつものやつだけ。しゃあんま行くタイプしゃこれが熱いですか熱いかもうわ、もう俺ちょうどいいけどうん寝坊下げてね寝坊下げて寝坊下げて落ちいな寝坊下げて落ちいな寝坊下げてきてタロにお願いします。タロ、連邦下げてきたの小さくて。タロ社がいい。ちょっと大丈夫かな。すごいお兄ちゃん。うわ、ありがとう。ありがとう、お兄ちゃん。ありがとう。ありがとう、お兄ちゃん。企画だよ。おーいよしおーい、リーダー一試合だけやね一試合だけ、はい、よし、勝つぞよし、頑張ろうなにやー来たタオ弱いわはわあ、負けた負けた負けた勝った終わりや終わり撮影しようよただここで撮影しよう撮影しようなあ最後に聞こえますか撮影しようよみんな痛い気持ちいい僕はしちゃうはいこれじゃないですかありがとうございます、はいじゃあ、撮影、始めよう。いいですか？うん、カメラね。カメラ欲しいな。どうした？ん？どうした？何カメいります？2カメか。GoPro っすか？うん。GoPro でもいいよ。あれば。普通にカメラ2個。あれば。帰っていいですか？は？なんで帰りたいなんでなんでなんで帰りたいのなんで帰りたいの帰りたい帰りたいなんで帰りたいそういう時もあれやな一緒に帰ってスマブラしようぜお前帰るなしだろマジだろ帰るなんで帰るのなんで帰るのどうしたのどうしたのどうした帰るの22歳やから、ね、なんかその話せよ。話せよ。オッケー。しんどそうだしね、今日ね。あえてね。ゆっくり休んだ方がいいよ。22歳やから、まだね。そうだ。キャミカおらんから、あんまり出たんや。あんまり考えておらんから。何やかれし。キャミカおらんから、あんまり出たんや。あんまり考えておらんから。何やかれし。
この姿で帰る。重い。帰る。ちゃんと帰んねんだ、それ。帰っていいよ。それで電車乗ろうやろ。ちゃんと電車乗るよ。ちゃんと電車乗るよ。写真撮るよ。それで電車乗るよ。それで帰ってみたっていう動画じゃない。これで家まで帰ってきた。ちゃいます。ちゃいますやんか。今俺最近電車やから今日みんなに甘えたらどんだけ甘えさせてくれるのかなっていう電車で最後赤ちゃんになっておいーって終わる予定やったらなんか僕あの帰るやんなとか。この動画がいいと思った。